1921年撮影、伏原玄之介は、解剖学者、医学博士。専攻は、神経解剖学。北海道小樽郡千葉小村生まれ。1905年、東京帝国大学医科大学卒業。1907年から4年間スイスに留学し、中医比大学の本物公教授に指示、脳の神経解剖学を研究した。 新潟医学専門学校教授を経て、1913年、再びチューリヒに移り、モナコと共同でエンズイの顕微鏡図不作成に従事した。この時発表したヒューズウンとモナカをマイクロスコーピシャアトラスでメスンシャリカンゲヒルンは、その内容の精緻さ、正確さによって、世界的に評価されている。また1914年、マイネルト小のお軸及び、 ライテルス核により、医学博士の学位を受けた。1915年帰国し、東北帝国大学医科大学教授に就任。1925年医学部長となり、1941年、定年退官。この官能の微細構造の研究に従事し、機関紙、東北帝国大学解剖学教室業績25冊を発行、自らも約40編の論文を掲載した。 1921年、脳幹に関する解剖学上の業績により、帝国学士院師賞を受賞し、1944年には帝国学士院会員に押された。また、バイトリガツアーアナトミエデバダンズデフォー、ベントリックルズの中に記載された神経束は、ヒューズし場として、世界的に知られる。神経解剖学のみならず、組織学、発生生物学の分野にも、 業績を残し、また教育者としても、文科生から解剖学の多くの優れた研究者を排出した。ありがとうございます。